はい、小島翔大です。今日のテーマはオアシスということでやっていきたいと思います。祝再結成ということでオアシスの CD も持ってきたんですけど、まずは簡単なオアシスのバンドの紹介からディスコグラフィーとかも含めて、紹介をするのと、それからね、僕の好きな曲、話していきたいと思います。はい、このチャンネルでは音楽の話をしておりますので、ぜひね、音楽好きだっていう方はチャンネル登録をして応援をよろしくお願いします。現在2024年の年内に3000人の登録者を目指して頑張ってます。ぜひ応援よろしくお願いします。はい、というわけでまずは簡単にオアシスのバンドの紹介ということでやっていきたいと思います。メンバーの編成はいろいろあるんですけど、とりあえずギャラガー兄弟を押さえていただければいいと思います。お兄さんのノエルと弟のリアムの2人ですね。お兄さんのノエルがソングライティングを主に担当しているのと、それからリードギターですね。それから曲によってはボーカルを取ることもありますというのが、まずお兄さんのノエル。それから弟のリアムはが、まあ、リードボーカルですね。大体の曲はリアムが歌ってますというところです。まあ一部の曲ね、後期の曲とかはリアムが作った曲とかもありますが、基本的には、まあ、曲作りのお兄さん、歌の弟くらいの感じで大まかに思ってもらえばいいかなというふうに思います。オアシス実は聞いたことないという方も知ってる曲はあるかなと思います。 Don't Look Back in Anger、ワンダーウォール、それから Whatever って3曲ぐらいはきっと聞いたら、ああこの歌かってなる人が多いかなと思いますので、まあそのあたり3曲ぐらい聞いてみたら、まあ、雰囲気がわかるのかなと思います。で、まあ細かいねディスコグラフィーを見ていきましょう。オリジナルアルバムは意外と7枚しか出てないので、割とね抑えやすいと思います。ファーストアルバム Definitely Maybe とセカンドアルバムの Morning Glory ですね。で、まあかなりよく言われることですが、この2枚がもう本当に最高のアルバムですと、オアシスの中ではっていうのがよく言われていて、まあファンの人もほぼほぼ異論はないかなと思います。デビューアルバムとセカンドアルバム、有名な曲とかも大体この2つに入ってますというところで、別にこれ以降の時期がダメとかじゃなくて、この初期がねすごすぎるっていう感じに抑えてもらえるといいかなと思います。それからサードアルバム Be Here Now と、これもね名作なんですが、マスタープランっていうシングルの B 面集です。はい、この最初の3枚ぐらいまでのシングルの B 面集の編集アルバムなんですが、これも非常に素晴らしいです。それから Standing on the Shoulders of Giants、 これ4枚目、 He's on Chemistry 5枚目、それから6枚目 Don't Believe the Truth、 ラストアルバム Dig at Your Soul っていう感じで、オリジナルアルバムは7枚、ちょっと今、はい、編集版の The Master Plan を、ね、入れちゃったんですけど、まあ、それを抜いたら7枚って感じです。ベスト版が2枚あとはありますというところで、最初に出た Stop the Clocks が、まあ、時系列としては最後の、ね、Dig at Your Soul の前に出てるって感じなので、まあ、それまでのベストと、あとは、もう1枚ベストアルバム Time Flies は、解散後に出たので、まあ、この最後のアルバムも含んだキャリア全体を包括したベストアルバムといったらこっちですね。オアシスの有名な曲としてね、さっき3つ挙げたと思うんですけど、その中の Whatever っていう曲があるんですけど、それは結構 CM とかでも使われてて有名曲だと思うんですけど、これがなんか結構日本で大人気みたいな感じの曲です。で、Whatever は実はアルバムに入ってなくて、これが結構罠で、Whatever のシングルなので、まあ僕は個別にシングルを持ってるんですけど、まあ時期としてはファーストとセカンドのまあ、間に出てる曲なんですけど、これアルバム収録がなくて、これがようやく聴けるようになったっていうのが、この最後のね、ベストアルバム、この中に Whatever はようやく収録されたので、まあそういった意味でも、全体的にね、こう取りこぼしなく、割と聴ける1枚ってあげるとしたら、この Time Flies ってベスト版がいいかなと思います。というわけで簡単なディスコグラフィーでした。いずれも、まあとっても売れたアルバムとかなんで、もしね、CD で買うとしても、1枚あたり、まあ大体500円ぐらいで買えるやつが多いと思うので、集めようと思えばきっと簡単に集まるのがオアシスかなと思いますね。割といろんなお店にどこ行っても割と置いてると思います。さて、でここからは、僕の好きな曲ね発表していきたいと思うんですけど、いろいろ今回、まあ、こうやって喋ろうと思ってもう一回いろいろ聞いてたんですけど、割とね僕が好きなのはね、ノエルが歌ってるちょっとアコースティックな感じの曲が好きです。ノエルがお兄さんの方ね、あんまりボーカルを取らない方のお兄さんの方が歌ってて、ノエルがアコギレを弾きながら歌ってますみたいな曲が結構いいのが多くて、それをちょっと紹介したいと思います。まずサッドソングね、サッドソングはねこれのファーストのなんか日本版にしか入ってないのでちょっと聞きづらいかもしれませんが、これもね静かで物悲しげな、まあ、曲のタイトル通りですがすごくいい曲、サッドソングと、それから、トークトゥナイトはもう同じくね、ノエルの割とアコースティック系の曲なんですけど、マスタープランに入ってます。マスタープランに入ってる。それから、ハーフザワールドアウェイもね、かなり爽やかなアコースティックの曲ですけど、それもこの中入ってます。そしてまあ忘れちゃいけないのが、結構ねこれを僕は推してるんですけど、これに入ってる The Master Plan っていう曲ね、このアルバムのタイトルにもなってる曲なんですけど、これの完成度が本当にすごいと思う。
シングルのカップリングにね収まっちゃいけないぐらいの素晴らしい曲です。これもねノエルの曲なんですが、半音ずつこう下がっていくようなコード進行が、ね、結構ねイントロからねすごい引き込まれるんですけど、まあリアムの声も、弟のリアムの声もいいけど、ノエルの声もめっちゃいいんで、二人ともねすごい声がかっこいい特徴的な声だと思うんで、まあ二人の声がすぐ区別できるようになると思うんですけど、まずはね、まあオリジナルアルバムとかには入ってないですが、隠れた名曲としてね、ザ・マスタープランを、押しておきたいと思います。あとはね、ヒーザン・ケミストリーに入ってるリトル・バイ・リトルもね、ノエルのアコースティック系の曲ですが、これも非常に素晴らしい。音楽性としては非常にキャッチーだと思います。 UK ロックのね系譜があると思うんですが、まあ、ビートルズくらいから始まって、まあ、ピストルズとかパンク系もあるし、80年代のまあスミスとかジャムとかね、その辺も含めてね、かなりこうキャッチーな正統派な道を行く、その先にオアシスがいる感じですね。時には露骨な引用というかね、オマージュもあったりもするんですけど、それも含めてね、かなり万人受けするおすすめのグループだと思います。というところで、まあ個人的に好きなのはそういったノエルのソングライティングが光る曲ね、ちょっとこうまあロック調というよりはやや静かめぐらいのね曲が個人的には好きなんですが、まあ最後にね珠玉の一曲と称して紹介したいのが、6枚目 Don't Believe the Truth の最後の曲 Let There Be Love は、とっても素晴らしい曲なので、それも紹介しておきたいと思います。でその2人ボーカルがいるというところで、このね Let There Be Love って曲はちょっと珍しくて2人とも歌うんですよ、1曲の中で。そういう曲はね、まあ何曲かあるんですけど非常に珍しいと、うん、まあどっちかが歌うみたいな感じで完全に割り振ってるんですけど、まあ最初はね、弟のリアムが歌ってて、途中でお兄ちゃんはノエルに交代するっていう感じなんですけど、まあそういう二人のね、こう掛け合いというかね、二人の歌声が両方聴けるっていうのと、まあそのノエルのソングライティング、とにかく美しいバラードっていうところで、そのね魅力、オアシスの魅力がね、結構ね、凝縮された一曲なんじゃないかなと個人的には思いますので、Let There Be Love も聴いてみてほしいなと思います。はい、さて、まあオアシスの話をしてきたんですが、その、こういったとってもね、いい曲を作るんだけど、その一方でかなりねロックスターな言動がね、面白い部分かなというふうに思います。まあ90年代以降とかでね、なんかあんまりそういう人多分いないと思うんですけど、露骨に何だろうな、結構ね口が悪いね、簡単に言うとね口が悪い、他のバンドの批判とかを結構オープンにする人たちですね、ギャラガー兄弟はね。なのでまあちょっと敵対してるバンドもいくつかありますというところで、まあそういう言葉もそうだし、まあ割とね事件とかも起こすタイプで、その兄弟喧嘩とかもしちゃうっていうところで、まあ2009年の解散はまあ要するに兄弟喧嘩の解散というところで、まあ、今回その再結成のねライブが日程組まれてますけど、本当に最後までできんのかみたいな、途中で兄弟喧嘩して終了するんじゃないかみたいな見方をしてる人もいっぱいいますね。その辺のちょっと破天荒な感じと、なのに作る曲、楽曲の素晴らしさというか、その美しい曲とかね、そのまあいろんなトータル性というか、そのまあギャップみたいなのも含めて、オアシスの魅力であるし、そういったちょっとロックスター的な部分もね、ギャラガー兄弟名言集とかね、まあ調べたらいろいろ出てくると思うんですけど、そのあたりも含めて愛されてる部分なのかなというふうに思います。はい、というわけで、まあ、オアシスの話をしてきましたが、かなりね、僕個人的にも洋楽入門というかね、洋楽ロックが好きになったきっかけの一つのバンドかなと思います。僕はね割とオンタイムでこのベスト版ぐらいから入ったんですけど、ストップザクラックスが出た時にちょうど聴き始めましたが、そこからねずっと遡って全部いいじゃんオアシスと思ってね、過去のアルバムを頑張って買ったりとしてましたというところで、まあ入りやすい親しみやすい曲ですけど、その根底にあるね、まあクラシックロックへのこうオマージュというかね、そのあたりからどんどんこう道が広がっていくというところがあるかなと思いました。僕の好きな曲などね結構ベラベラ喋りましたけど、ぜひね皆さんの好きな曲とかオアシスの思い出などなどね、コメント欄とかでも書いていただけたら、嬉しいです。では本日のテーマオアシスでした。ではご視聴ありがとうございました。